水星の魔女終わっちゃったな。すごく面白かったから名残惜しいな。僕は視聴してないけど反響がすごいみたいでちょっと気になるのだ。最終回すごかったよ。スレッタのキャリバーン。ストップなのだ。ネタバレはまずいのだ。じゃあ、代わりに新選組がモチーフになってるガンダムについて話すことにするのだ。え、そんな作品あるの？機動戦士ガンダム鉄血のオルフェンズに登場する鉄火団は、新選組がモチーフになってるのだ。これは監督の話で、結末は初めから決まってたそうなのだ。いろいろと考察してみると共通点とかも発見できるから探してみると面白いと思うのだ。もし反響が良ければその考察動画も出そうと思うのだ。モチーフが新選組だと悲劇的な結末になるから複雑な心境だな。